まあ、彼自身しっかりとその辺のスペース配分ができるかですね、うん。さあここ下田マイボールになって、うん、よく持った。さあこぼれてきたボール、ミッチェル・ドゥーク、そして中の方からグラウンダーのボール、エリキ、そしてセルビックだ。綺麗に崩しました。 FC 町田ゼルビア、ミッチェル・ドゥーク今日自身2得点目。まあ、このミスを奪って、でこのサイドチェンジのボールを一度インターセプトされるんですけども、その後ラサンホのこのクロスをまたワンタッチ、このワンタッチ、エリキのワンタッチで完全にディフェンスは振られて足が止まってしまいましたね。